おはようございます。速稼塾の久保です。私はね、白い巨塔っていうドラマが好きで、特に唐沢寿明さんと江口洋介さんが出てらっしゃったあのシリーズが好きで何回も見るんですけども、あそこでね、後半痛烈に語られてるテーマっていうのは、3000人を救っても1人を殺してしまっては許されないっていうことなんですよね。そうなんですよね。お医者さんって毎日毎日、特に手術をされるような外科医の方っていうのは、命が救えるかどうかっていう、そういう重大な仕事に従事してですね、そして百発百中で成功するわけがないと患者さんもご本人もそれから執刀医も分かっているのに、やっぱりやるんですよね。一人でも多くの方を救うために少数の犠牲が存在するってことをやっぱり許容しているっていう意味では、ものすごく責任の重い、そしてすごい高い精神力が求められるお仕事なのかなと思います。白い巨塔では、もうミスとも言えないようなミスを犯してしまって、そこを追及されて、学位を追われてしまう、学校を追われてしまうというね、財前教授の物語がものすごくこう胸を打つわけなんですけども、他の職業でもそうですね。弁護士さんも全ての原告の方を救えるわけでもないと思うんですけども、やっぱり奮闘して一つの結果にもう目指していくということがあります。で、同じように情報発信者、私もそうなんですけども、多くの方の、お役には立てたのかなというのは、年末の皆さんからの感想で深く確認できて、とても胸が熱くなって感動することばかりだったんですけども、逆にですね、声を上げてくださらない方の中に、速稼塾入っても意味なかったよみたいな方もいるかもしれませんよね。で、今朝といいますかね、深夜3時か4時ぐらいかな、6時ぐらいだったかな、私が起きてですね、メールを開けると、今日初めてですね、そういう、お叱りといいますか、苦言が届いてまして、私も有頂天になっていたのかなと。いつも相場ではですね、いいことがあった後、勝った後っていうのは冷静になることっていうふうに申し上げてるんですけども、皆さんからのすごくいい感謝の言葉にこうある意味酔ってしまったのかなと。やっぱりね、言うべきことではないことも言っていたのかもしれません。そういう意味では本当非常にね、反省するところが多かった、多くの気づきをいただいた朝になりました。特にその ICO を、私がね、止めたのにもかかわらず買っちゃった方に対して、あまりね、ダメージを受けた上に私から言われたらさすがに面白くないですよね。で、私今回ね、リップルの結果っていう動画を作りまして、アップしました。その中で言及しているのは、投資という意味で言ったら、私リップルでも損失を出してますけども、変わらないじゃんってことなんですよね。だからやっぱりこう自分自身に対しても大いに反省するところがありまして、宮城さんおはようございます。本年もよろしくお願いします。例えばの飲みすぎでお金がなくなっちゃったとか、私も店舗20店舗やって全て赤字にしましたからね。全て赤字で全て閉店しました。店舗の閉店っていうのは従業員さんに閉店するってことをお話しする、そのプレッシャーもすごく多かったです。明日話そう、今日話そうと思いながらだらだらと何日も話せなかったりとかね、来月はこんなイベントしたいよねって、来年はこういう店になったらいいのにねっていう声が聞こえる中で、いやもう1ヶ月も2ヶ月もやらないんだけどなっていう風な思いを秘めながら営業することとかね、いろいろ感じる中で、やっぱりこう失敗もつきもんだなと思います。それで覚悟はしているんだけども、その思わぬ結果が出た時にそこをですね、やっぱりこう指摘されると面白くないなというところで、私もね、もう1月3日も終わって三が日も終わったことなんで、2019年を始めるにあたって、今日からはまたね、新しいテーマに向かっていって、もう昔のことはあまりつつかないようにしようかと思います。例えば去年お金がなくなっちゃった方もいると思うんですけどもね、はっきり言って、その私の発信の中で例のやつだけをやってればお金は増えたと思います。でもリップルだけを私と同じように買って他のことはやらなかった方は、ポートフリーを組めなかった方は、多分同じように私と同じように資金を失ってるはずなんですよ。で、私の場合は資金を失った面もあるし、他のね、アフィリエイト収入があったりとか、転売益があったりとか、それまでの人生のストックがあったりとかする、いろいろな面で、損が出ても大丈夫なお金しか入れてませんけども、中にはですね、もう後がないからということで、後がないのにもかかわらず、振り絞った資金を、最後の資金を使っちゃう方もいるのは、投資は余剰資金が前提だよって言っても、そうならない方が多いってことも、私もどっかで忘れていたのかもしれませんね。だからといって、言うことは変わりません。投資は余剰資金でやってください。その投資したお金が10秒後になくなっても、全く困らないお金がないうちはやんない方とですよ。FX もそうです。
FX で資金をいきなり失っちゃう方ってのはどういうことかっていうと、まだ技術がないのに大金を投じてるんですよ、うん、だからね、最初はデモトレードとか10円で実力をつければいいんですよ。実力がついた後に資金を投じる金額を10円、100円、1000円と増やしていけばいいのに、やっぱりそこがですね、なかなか一人一人の人生で、ね、焦るところもあるのかなと思います。あ、ジグリさんどうも。そうですか、新幹線ですか。あ、早いですね。あ、電車ね、まあ、そういうところも込みなんですけども、総じて言えばですね、まあ、私もこの2018年、全部が成功したわけではありません。でもうまくいかなかったものも込みで、うまくいったものがそれをカバーできるようにポートフォリオを最初に組んで、資金計画、4つの資金計画の項目ありましたね、あれを緻密に組んでスタートしたから、全損の可能性が少ないってことなんですよ。ただ私、店舗の経営してる時はそんな考えもなかったんで、私が40になるまでですけどね、至る所に資金を投じて全部ダメみたいなことになってましたね。見る目もないのにあちこちに資金を入れるわけですから、それはダメになりますよね。そういった意味で私は分散投資というのは基本的には否定的なんですよ。あの、分散投資ってのは一つにいいものがあってそこに投じれれば全く問題ないのに、複数いくってことはやっぱりね、自信がないっていうか読み切れてないってことなんですよね。もちろん読み切れてるものの中でやることもありますけども、それだけ読み切れて分散投資やってるんだったら基本的に失敗がないんですよ。で、全部うまくいかない、資金がなくなっちゃってるってことは、やっぱり見る目がないまんま、なんか知んないけど判断をね、誤ったってことなのかなと思います。さあ、もう一回繰り返しますけども、私の放送の中でいろいろなね、まあ、他者を貶めるような発言ももしかしたら意識せずにあったのかもしれません。受け取る人によってはそう受け取れるみたいなこともあったと思いますので、今一度冷静になっていこうかと思います。余剰資金がどれなのかってことなんですけど、余剰資金は例えば今ね、お財布に入ってるお金があるじゃないですか。その小銭入れの中に入ってるお金ですね。で、まあ、その例えばそのお財布をなくしても、まあしょうがないかって諦めがつく金額だったらそれを言ってくださいってことなんですよ。で、毎月余剰資金の限度ってみんな違います。余剰資金が例えば5000円なくなってもいいやっていう人もいれば、いや300円なくなったら致命打だよっていう人もいると思うんですよ。それはそれぞれの状況によって変わりますんで、余剰資金という抽象度の高い言葉になりますけども、例えばですね、10万円なくしたら確かに痛いんだけども、10万円をあれこれ探したりとかするよりも稼いだ方が早いっていう方もいると思うんで、その相対速度は違うんですよね、余剰資金に対する相対速度が、まあ少なくとも貯金に手をつけたりとかね、生活費を回したりっていうのは絶対ダメですよね。そういうことをするためのものではないです、余剰資金っていうのは。特に投資を始めたばかりの方っていうのは投資のことが分かんないんで、大きな資金入れちゃダメですよね。やっぱ100円とかで宝くじを買う感覚です。宝くじって借金して買う人いないと思うんですよ。投資と同じです。宝くじは投資ではないんですけども、感覚としては宝くじが年末に当たらなかったかといってね、それで生活破綻する人いるのかなってことなんですよ。それはもう買い方が悪いとしか言いようがありませんから、そういったお金の使い方っていうのをきちんと学んでいって、何をですね、選んで何を選ばないのかってことを私の情報の中からでも取らないといけないんですよ。2018年振り返ったら、私の情報の中で何を選ぶべきかっていうのは、XRP を買うっていうのを選んだら損だったわけですよ。だから最終的には自分で判断するしかないですよね。私でもこうやった判断ミスもありますし、未来は誰にも読めないわけなんですよ。私も読めないです。ただ読もうとして精一杯裏付けを取ったということはやってました。やってたんですけども、それでもうまくいかないんですよ。それがまあ投資なんですよね。だから投資して絶対勝てるんだったら、裏付けを取って絶対勝てるんだったら、本当こんな簡単なことはないんですけども、ビジネスに長けている人でも投資はうまくいかないんですよね、ただやっぱり、投資はやればやるほど上手になっていきますんで、しっかりと学習して学んでいけば上手になりますんで、上手になる方法はあります。ただ上手になる前に資金がなくなったら意味がないので、だから余剰資金、10円のベッドとかね、デモトレードでやるっていうことをスタートラインにするのは、私はもう一貫して変わらないお話でございます。チャンスは今しかないって言葉がありますけども、チャンスなんていつでもありますから、ね、だから今しかないチャンスってものがもう毎年生まれてるんですよ。だから今年しかないチャンスがつかめなくても、来年にはまたね、今しかないチャンスって来ますんで、そこはね、焦らないことだと思います。あとは自分の人生の時間がどのぐらいあるかってことも考えないといけないんですけどもね。でそういった意味で一人一人個人個人やっぱりね、こう選ぶものが変わってくると思いますので、最終的にはやっぱり自分の選択眼を高めていく、情報の解釈力を高めていくしかないと思います。判断力を高めていくしかね。だからね、もうなんだろうな、最近なんかね、私のちょっと見た番組で、堀江貴文さんが東大になんか行かせるみたいな番組あって、すごく面白い企画だなと思いますけども、それを信じて東大に行こうとして、東大生になった後の未来を信じて、まあ、活動の時間をちょっと制限してね、
受験勉強する方もいれば、そのオファーは来たんだけども、いやいや東大入っても大したことにならないんじゃないのっていうふうに判断して断る人もいると思うんですよ。だから最終的には自分がどう判断するかですよね。誰からもたらされたものであろうと、いつもたらされたものであろうと、それがいかに信用に裏付けされたものであろうと、全員が選ぶわけではないし、結局それを選ばずにうまくいく人もいるということなんで、最終的には本当にね、自分の解釈力を高めていくのが投資の成功の道なのかなと思います。それでは1月4日になりましたんで、また新しい気持ちでね、今年は振り返るのをこの辺にしてスタートしていこうかと思いますんで、改めてよろしくお願いします。では失礼します。